かなり天気が、ね、よろしくなってきましたね。風は吹いてますけどね。ちょっと風が強いですね。日差しがかなり強いです。で皆さん水分もとってね、まあまあ、熱中症にはならないかもしれないけど油断大敵ということで。そうですね。今日は今の、行列をご覧になりました？あ、今見ました。まあって何ですか？まあ、見なかった？見ました。よく見ました。よく見ました。はい。どうでした？素晴らしかったですか？面白かったですね。で、この行列っていうのはあれですか？毎年、今年初めて。あ、今年初めてです。どちらからお家だったんですか？あ、今年手に引っ越してきまして。あ、なるほど、はい。フランスの方から。はい、あ、じゃあ冗談ですよ。非常に夏においでになって今年、はい、はい、それで、見てみようと。そうですね、初めてだったんで。どういうことですか？そうですね、3人で親とも一緒に、はい、おじいちゃんおばあちゃんと、はい、あ、そうですか。どうですか、皆さんご覧になって、おじいちゃんおばあちゃんもこちらにおいでになったんですか？こちらにお住まいだったんですか、おじいちゃんおばあちゃんは？あ、こっちじゃないです、地元は。と、あの、きなさってところから今日来てくれて、はい、山田先生もね。じゃあ、キラッツの方からこちらに今年おいでになって、はい、で、町のおいでになったんで、ぜひ見てみたいと、はい、ね、それで、ご覧になって、そのいい、なんですか、なんとか隊ってあるじゃないですか、真田伸幸隊とか、はい、武田信玄隊とかあるじゃないですか、はい、気に入ってるみたいでしたね、はい、どうでしたか、どこら辺が良かったですか？どこら辺がみんな良かった。みんな良かったです。はい。一人行っちゃうね。はい。それは決めらんないです。そうですね。はい。それでもまあ、すごく聞くと、どこら辺がいいじゃないか。特に印象に残ったっていうのは。いらない。痛い。やだ。お父ちゃんと話しちゃいけない。いいでしょ。いいですね。一緒に話す。こんにちは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 。やだ、ね。はい。やだそうですね。はい。で、じゃあ今日は、お三人とおじいちゃんおばあちゃんと一緒にお出になって、はい、おじいちゃんおばあちゃんもどうですか、ご覧になって。あ、すごいなんか楽しそうでした。で、おじいちゃんおばあちゃんも今年初めてなんですか？あ、初めてです。はい。あ、そうですか。皆さん、どうですか、喜んでました？喜んでましたね。そうですか。なかなか見えるもんじゃないんで、はい、ああ、なるほどね。まあ、こういう場所じゃないと2段目ですからね、はい、日頃はね、あんな格好してないんでね。はい。大御様のところどうですか？ダメ、わかりました。これですね、町のテレビなんですよ。あ、そうです。それで、町のテレビとは言っても全国世界に発信してるんで。どなたかになんかこうメッセージありますか？ペダーっとない。特にないです。ないです。あ、そうですか。はい、わかりました。それではね、せっかくお出になったんで、なんか一言あったらどなたにもいいんで。一言特にないですかね。ない。はい、気になるね。ない。はい、ないですか？ないですか？はい。はい。ない。はい。ないそうですね。はい。はい、どうもありがとうございました。すみません。はい、どうも。こんにちは。どこの小学校？東小学校。小学校か。みんなで見に来たの？はい。誰来たの？あと、お母さんと。お母さんと。
お母さんと、二人のお母さんと4人で来たの？下の子、3人。じゃあいっぱいできたな。はい。東尾小学校で、みんなと、このサラダ行列はみんなで行こうなんて話あったの？はい。あったって。あったけど、自分たちで来た。で、他のお友達も行くって言ってた？うん。じゃあ、明日じゃねえか。明日は休みだな。明後日学校行ったら、見たよーなんてみんなでお話になるかな。たぶん、毎日だったよ。ね、行列で、何が一番印象的だった？どの人が良かった？みんな良かったけども、君だね。銅メダルもらった箱山選手も来たね。見た？うん。どうでしたか？箱山選手見て。綺麗だった。綺麗だった。皆さんと同じぐらい綺麗ですよ。あと他にはどうですか？他の人たちはどうですか？印象に残った、なんか覚えてる回あります？そのどんな人、馬に乗った人とか。サラダ信之さんって知ってる？ね、初代の阪神早い方。あと他にはどうですか？覚えてない。そう。で、今日はおいでなかったんだけども、去年とか一昨年は見たの？はい、はい、わかりました。はい、次の人が待ってるそうなんでね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ゆっくり見ていってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあね、実はこちらに、はい、はい、松本さんなんですが、はい、松本さん、そちらを見てください。松本さんなんですけれども、実は今年、真田祭に初めて出た伊勢町の清石市の、お囃子の方で三味線を弾いておられる。太鼓と鐘。太鼓と鐘でしたか、失礼しました。はい、今年初めて真田祭に参加なんですけれども、いかがでしたか？また夏と違った雰囲気で、はい、見る方も出演者も楽しんでできました。そうですね。はい、なんかお獅子の方たちも一段と張り切ってやってらしたように見えましたが。そうですね、ちょっと人数少なかったんですけど、パワーで皆さん頑張ってました。はい、伊勢町の清石市も多分歴史がとってもあると思うんですが、今後どんな風に思っていらっしゃいますか？今若い人がどうなのかなって心配もありますが。そうですね、獅子ファンクラブというものがありまして、はい、本当に練習は、振り手も一生懸命やってます。年間通してやってます。お囃子の方も年間通して練習はしてるんですけど、やっぱり人数がね、だんだんと少なくなってきているので、お囃子、太鼓とか三味線とか笛とかに興味ある人は伊勢町公会堂で練習してるので、練習風景を見てもらって一緒にやっていただければと思います。今子どもの、ね、育成ということで、皆さん頑張って、子どももとても上手になってきたので、この先とても楽しみには、はい、よかったですね。これからもまたね、今年だけじゃなくって、また真田祭りもね、出演していただければいいななと思ってます。そうですね、はい、またよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お囃子を担当された松本さんでした。ありがとうございました。